森田剛平は、愛知県名古屋市出身のサッカー指導者。元プロサッカー選手。現役時代のポジションはフォワード及びディフェンダー。小学校2年時からサッカーを始める。中学時代は、愛知県の公立の強豪校である、日比野中学サッカー部に所属。持ち前の高さを生かして、主に FW として活躍。高校は、自宅から通えない、神奈川県の桐蔭学園に入学。李国英から指導を受けた。高校1年時には、恵まれた体格と、左利きから、左サイドバックをしていたが、高校2年の時に、FW に、コンバートされる。その後、駒沢大学に入学すると1年時から主力として、活躍、1995年及び1997年の、全日本大学サッカー選手権大会優勝に、貢献、大学3年時には、ユニバーシアード代表、大学No.1ストライカーとして注目された。大学3年時にある J リーグチームからオファーを受けるも、教員資格取得のため中退せず、4年間通う。その後、地元の名古屋、浦和、磐田、横浜 M、塁川崎、清水の6クラブが獲得に動く。1999年、浦和に鳴り物入りで入団。原博美監督によって、レギュラーに抜擢されるもなかなか結果を出せなかった。その後2001年セレッソ大阪、同年8月から川崎フロンターレにそれぞれ期限付き移籍するも FW として結果が残せず、レギュラーに定着しなかった。2002年から大宮アルディージャに移籍、記憶も英順監督の勧めで、左サイドのアタッカーにコンバートされ一時はレギュラーを獲得した。2004年シーズン途中に、チアゴの怪我により高さのある FW を必要としていたサンフレッチェ広島に期限付き移籍する。一時はレギュラーとして活躍し、翌2005年に広島に完全移籍する。同年、チームは佐藤寿人とガウボンを獲得、前田俊介の台頭により出場機会が激減しベンチ外の日々が続いた。同年末、契約時に DFA のコンバートを志願する。クラブ側も以前からその構想があったこともあり彼の提案を受け入れ契約延長した。これがハマり、望月和頼に監督が変わってから重用され始め、ミハイロ・ペトロビッチ監督になってからは当初、ベンチメンバーであったが、ダリオ・ダバツンの負傷により、出場機会を得ると信用を得て、レギュラーになる。2008年以降、牧野智章や森脇良太の台頭により、レギュラーから外れているが、高さのある貴重な DF として重宝された。2010年シーズン開幕直前に、右第5中足骨基部骨折、手術するも回復せず、同年8月に再手術をし、結果キャリア初となる試合出場0に終わる。2011年、牧野の移籍及び水本祐希の負傷離脱に伴い一時は、レギュラーに復帰していた。同年末、広島から構想外及び、フロント入りを打診されていたが引退せず、現役にこだわった。2012年、J2 ヴァンフォーレ甲府に完全移籍した。この年は25試合に出場し、津田拓磨とのコンビで24試合連続無敗記録の達成を支えた。2013年は先発出場の機会が減少し10試合の出場にとどまり、2013年12月4日に一度は、チームから同年限りでの契約満了が発表されたが、同月27日に甲府との再契約が発表された。2014年は純粋なセンターフォワードが少ないチーム事情から8年ぶりに FW へ再コンバート。3月15日の第3節新潟戦で自身3年ぶり、FW としては2004年以来10年ぶりとなる得点を挙げた。以降も1年を通じて FW としてプレー。29試合に出場し、38歳にしてキャリアハイとなるチーム最多の5得点を挙げた。2015年より登録ポジションも正式に FW へ変更。2016年11月5日、契約満了に伴い退団した。2017年1月6日、ザスパクサツ群馬への加入が発表された。2017年で契約満了に伴い退団引退し、浦和レッズハートフルクラブのコーチとなる。もともとは身体能力の高いセンターフォワードとして名を馳せ、2003年頃は左サイドアタッカー、2006年以降はセンターバック、さらに2014年以降は再びセンターフォワードとプロ入りしてから何度も大きなコンバートを経験している。DF として体格を生かしたハイボールの競り合いには圧倒的な強さを誇り、堅実な守備をこなす。また足元の技術にも長け、長い足を生かしたボールキープや左足からの正確なロングフィードも得意とし、CB からの緻密なボールのつなぎを要求されるペトロビッチ監督のサッカーにも早期に順応した。試合をリードしている状況で守備固めに入ることから、クローザーとも称される。守田を FW から DF へのコンバートに導いた。小野剛曰く、目の前のテーブルにご馳走があったら、守田は自分よりもまずみんなに食べないかと勧めるタイプ。そしてそれは、性格的に DF に向いている。ミハイロ・ペトロビッチは FW 時代の守田のプレーを知らないこともあり、FW をやっていたとは信じられない。彼は生まれながらのディフェンダーだ。とコメントしている。ラーメンが大好物であり、全国を旅行してのラーメン食べ歩きを趣味とする。そのためファンの間では、ラーメン市販の二つ名で呼ばれており、本人も使用することがある。趣味が高じて、自身で調理することにも、興味を持つようになり、2006年には、Jリーグキャリアサポートセンターが実施している、インターンシップ体験において、ラーメン店、タニヤン、ラーメンにてインターンシップを行った。過去にインターンシップで飲食店で働いた選手は多くいるが、厨房に入って調理を行ったのは守田が初めてだった。過去に自らが考案、調理したラーメンを発売している。一度目は広島において2008年と2010年、広島ファン感謝デーで油そばを出店。二度目は甲府において2014年雑誌連載、地元イベントでのラーメン企画で、汁なし担々麺の出店を行っている。2019年には、浦和レッズのファンサービスイベント、レッズフェスタで販売された、ヘルスフルなちょい汁ジャージャー麺を監修した。将来的にはラーメン屋を経営することを考えており、現役引退時のコメントでも、ラーメン師範としては、現役続行、いつかラーメン屋で海外進出するのが、僕のセカンドキャリアでの目標と語っている。その他の公式戦、ありがとうございます。